今週も始まりましたクリアランスドリームザレディオプラス、ありがとうございます。今週もですねクリアランスドリームザレディオ収録直後の空と庭ステーションで撮らせていただいているんですけど、今週のドリームザレディオはですねもうアカペラ界ではおなじみファコさんこと大野正弘さんにお越しいただきました、はい、ありがとうございます。ありがとうございました。1時間の番組の半分ぐらいの、はい、30分ぐらいがですねあっという間に過ぎていったんですけど、まあね面白かった、ね、面白かったです大野さんとこうしてラジオでゆっくりお話しするのも今回初めてだったので、そう、ね、そう僕たちもともとアカペラでつながりましてもうクリアランスの長い長いのスケールですね、はいはい、昔撮らせてもらった 120% というアルバムのお話からですね、はい、今日は音楽の部分のそのファコさんとのつながりの部分、そして今はもう一つ介護ホームも経営されておられますよね。そのお話でですね健康とか介護のお話をいろいろ聞かせていただいたんですが、はいはい、その中で体の使い方からですね、はいはい、ストレッチというかそうです、ね、マッサージみたいな話があったんですけど、はいはいはい、ちょっと今日はこの動画なので、そうですね、なんかすぐできるような、はいはいはい、他のテレビの番組も使われた手首肩甲骨っていうのをお教えしました、はい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 、まず、うん、親指と小指を合わせてください。でここ90度ですね、90度、横にね、横に90度、はい、でここ手首のところね、グリグリあるじゃないですか、硬いところ、そこに親指と小指やって、そのまま後ろにクッて引いてください、はい、そうすると肩甲骨がちょっと開く感じがする、な剥がれる感じがする。これを7回だけです。たくさんやらなくていい、7回だけいきますよ。1、2、3、4、5、6、7、はい、もう OK です。これで肩が軽くなる。おー、はい、なるほど。反対側回してみると本当に軽くなったのが分かる。重たい、ああいやいやいや確かに確かに、これね、うん、中井正広がね、うん、ほんまにゃとか言ったんですよ。いやいやいや、僕今の一瞬だけでもちょっと汗かいてきたんですけどどういうことなんでしょう。一応バランス取るために反対側もそうで、はい、そうですね、こちらもこうやって親指と小指を上げて、親指と小指ですね、うん、でそれで後ろに1、2、3、4、笑顔で5、6、7、はい、でそれでまず手を回すと、はい、楽になります。なるほど、はい、そしてあとラジオで話してたのはそうそう、ここあばらの細かい筋肉を緩めてあげるだけで、うん、そう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 、猫背がふってなって、ふってなる、はい、肩こりもなってたりとか、はい、腰の痛みもちょっと、うん、マシになる、マシになるっていう、はい、どうする、ファボさんのコーナー毎週やるでまあこれもね骨ストレッチっていう松村先生の本とか講習から学ばせてもらったことなので、はい、ね、ぜひぜひ本を読んでいただけると、まあ、宣伝になるんですけど、はいはい、まあ、僕も本当にそのおかげで体もとても元気でね、スポーツもいろいろできてるので、はい、声もどんどん出るようになりますし、ね、あ、そうですよね、まあ、多分その使い方が分かってきますよねということでもう本当ラジオの中でも健康についてたっぷりお伺いしたんですが、ファコさん、あれですよね、うん、皆さんへのお知らせとしては、はい、もうね、もう今週末、そうです、はい、25日、うん、5月25日ですね、はい、北千里の、うん、ディオスっていうところでですね、はい、ストリートライブですね、はい、寄り合いというイベントをさせてもらいますので、うん、ぜひね、見に来てください、はい、もういつ来ていただいてもいいんですけど、一応10時ぐらいから、はい、夜の、6時ぐらいまで、6時ぐらいですね、ずっと歌ってます、誰かが歌ってますね、手拍子しながら楽しんでもらってもよし、なんかめちゃめちゃ暑いっていう予報出てたんで、そうそうそう、みんなちょっと水分ちゃんと取りながら1日楽しめたらなと、ね、クリアランスもゲストとしてお邪魔することになっておりまして、はい、もう毎回お邪魔してるんですけど、いやいや、本当に楽しいステージをね、はい、毎回毎回ありがとうございます、はい、私もその前にね、ちょうど歌ってますね、ファコさんも、はい、もうたくさん来ていただければ私のテンションもどれぐらい上がるだろうか、いやもうそうですそうですラジオでも話しましたけど、ファコさんの機材にも、もうあの寄り合いにある機材はもう全部ファコさんで成り立ってますから、はい、いやいやいや本当にもうあの、うん、ね、あまり僕お酒も飲まない代わりに、うん、そっちに行こうとしているのもありますよね健康のためにもカペラをやろうはい、皆さん今週土曜日、はい、会いに来ていただけたらと思います、はい、ということで、ファコさん今日はありがとうございました。ありがとうございました。どうもです。さあ、ここからはクリアランスからのお知らせでございます。はい、皆さんよろしくお願いします。毎週もラジオのお知らせをずっとしておりますが、はい、まずは今週のですねラジオ大阪クリキャントーク、クリキャントーク、こちらの方はですね、まあ、テーマが、うん、沼にハマってますと。ああ、これ誰しもハマると思います、ね、何かに。そう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 、今ね、うん、もうあの NHK とかでも、はい、その沼の番組ができるぐらい、あ、今も結構ね来てるんですよ。
はい、どんなものにハマってるかっていうのをメンバーそれぞれで話してるんですが、うんうん、まあクリアンスから語り出すとそれは一瞬には収まらないですよ。そうですね。ということでもう2週に分かれてます。はい今週は前編ということで、はい、私と鶴くんが、うん、そうですね話しております。はい、はい、アクセサリーっていうテーマがなんか2人共通っぽいんですけど、中身全然ちゃう。普通に聞くとね、まあ、私は分かると思いますけど、うん、大体鶴くんもアクセサリーにハマってる。そうそうそう、どんな沼にハマってるか、はい、ね、もう公開されてますのでラジコでチェックしていただけたらと思います、うん、そして、はい、FMO クリアランスのラジオアカデミアの方は、リスナーの方からねメッセージいただきましてですね、はい、どうもリスナーの方忘れ物に困っているとね。でクリアランスの皆さんはどうやって対策していますかというご質問が来まして、うんうん、ね、僕らも移動も多いです、日々。そうですよ、もう衣装なんか忘れたらね、そう、えらいことです、えらいことですからね、やっぱ長いことやってるとそういう時もあります、はい、もういかにしてその減らすための努力をしているかというお話をしてますので、はい、こちらも合わせてラジコで、はい、タイムフリーでね、はい、チェックいただけたらと思っております。ということで今週もお届けしましたドリームザレディオプラス、そろそろお時間になりました。また来週お会いしましょう。さようなら、はい。